見たばかりのお客様に向けての舞台挨拶になります。早速皆さんから一言ずつご挨拶をいただきます。まずはじめに主人公さだこの呪いに立ち向かう IQ200 の天才大学院生綾子を演じられました星葉風花さんです。皆さんおはようございますの時間ですよね。おはようございます、星葉風花です。すいません、いや本当にたくさんの方に来ていただけて本当に嬉しいです。短い時間ですがどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。続きまして自称天才王子、そして王子役で占い師を務めてらっしゃいます川村一馬さんです。はい、前田王子役を演じさせていただきました川村一馬です。今日は皆さん朝早くからありがとうございます。最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして綾香と王子に協力する天才ハッカー関連ロイドを演じられました黒羽真理央さんです。おはようございます。関連ロイドを演じました黒羽真理央です。朝早くから、貞子を見るというね皆様の今日一日の今後が不安でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして人気霊媒師謙信を演じられました池内博之さんです。おはようございます。謙信役を演じた池内博之です。今日はたくさんの方々に、お越しいただき本当にありがとうございます。今日はゆっくり楽しんでいってください。ありがとうございます。続きまして本作の監督を務められました木村久志監督です。こんばんは、木村久志です。すいません、よろしくお願いします。以上です。すごい衣装ですね監督。ありがとうございます。監督の衣装何ですかそれは。これ新日本プロレスのですね、はい、岡田和親選手から借りてきたガウンですね。なんか皆さん役のなんかそれなりにイメージした格好をつって、俺は何って思ったんですけど、これを用意させていただきました。いやかっこいいです。本当に素晴らしいですよね。ありがとうございます。そしてね、いろいろプロモーション期間でやっと今回もね、この公開記念舞台挨拶に立っていただきました貞子さんです。おめでとうございます。今回はちょっとおーやってきましたよ。はい、なるほどね。はい、もうね、映画公開が嬉しくて井戸の中から出てきちゃったと。はい、おめでとうございます。今日も一緒に盛り上げてくれるそうでございます。そうなんですね、さっき私もお話しましたけど、見てください、今日のお衣装素敵ですよね皆さん。はい、ちょっとそのハロウィン気分で映画に引っ掛けた衣装を着ていただいているわけでございますけど、今衣装を着てのお気持ちも踏まえまして、今回はそれぞれの役どころが非常に癖の強いキャラクターだったじゃないですか。まあ、どんなところに自分は意識しながらこの癖を作り上げていったのかというのをお話しいただきたいと思います。小芝さんどうですか。そうですね、衣装に関しましては劇中と全然雰囲気違うんですけど、なんかオーダーが賢そうに見える服を着てきてくださいって言われて、賢そうに見える服ってなんだと思って、とりあえずジャケットだと思ってジャケット着てきました。役柄的には、まあ、それこそ IQ200 っていうのをどう表現したらいいんだろうと思ってたんですけど、監督が現場でこういうやつあったじゃないですか、あれ本当現場で監督に急に言われて、ここのツボを押すことによって血流が良くなって、なんかいろんな出来事を思い出して方程式を解いていくみたいなあれになってて、あの賢さが出たんじゃないでしょうかって思ってます。出来上がった作品ご覧になった時どう思ったんですか。何やってんだろうと思ってだからやっぱ王子が後半で何これって突っ込んでくれてて、あのセリフにすごく救われたなと思いました。本当に何これだったからありがとうございますって。そして今日は体を張って見てください、神村さんが一番役に合ってるすごい、この格好似合う人いないよなんかライブとか、いや一曲欲しいもん。活動してる時は、うん、そうやってグループ活動してる時はこういうのあるんですけど、今からすぐ歌い出せそうな、なんか冬のいい感じの曲聴いてバラード調にやばいっすね今日はまあ自称占いしていることで、まあ、結構役衣装はかなりちょっと これより癖強かったんでちょいダサめというかリボンついててみたいな感じで、でも逆に今日は
本気出してきました。ちゃんとした王子様お花もだって咲いてますよね。そうですね。いかがでしたか今回だってね、いろんなポーズがあったりとか、癖相当強かったですよね。あ、そうですね。この あのポーズとかも監督さんに現場でご指導いただいて、こういうふうにやってみてっていうふうに言っていただいて生まれたりとか、本当現場での監督さんと のセッションというかそういうやり取りが多かったので、本当に監督だったり皆さんありき のキャラクターだと思います。そこは監督やっぱり何か癖づけっていうので決めポーズみたいなのは考えたんですか。いやそうな、望まれてるなと思ったんで、なんか必死になって考えたんですね。そうだったんですね。血流良くなるのもなんかこの耳の後ろのなんか出っ張ったところを押すといいっていうのはこう調べたんですよ。分かりづらいじゃないですか。どうやって分かりやすくしようかっていうところがポイントでした。そうだから割とあれももうちょっと指開いてとか、この下ろすスピードがどうって結構こだわってくださってて、それが一番に抵抗多かったかもしれないです。そうですね。私の場合は、はい、ほら見てください、佐藤ちゃんもお気に入りみたいでさりげなくやってますよ。かわいい、ね、血流が良くなる、ね、あとあれですよね、王子の、ね、ポーズもありますもんね。かわいい、ね、ちょっと気に入ってくれてるみたいですよ川村さん。サダちゃんがそれやってるの初めて見た。じわるな。本当にすごいね、こういろいろ個性的な、ね、キャラクターでポーズ作りもしてくださいましたけど、クロバーさんも今日のお姿をちゃんと出していただいて、はい、そうですね、恥ずかしいです。今更ですけど、はい、でもいかがでしたか、ああいうもうフル装備の状況での撮影というのは。いやまあそうですね、まあ視界は良くはないし呼吸も吸いづらいし、楽しかったです。でも本当に結構きつく動いてて撮れないようにしなきゃいけなかったので、わりかし、きつめに、作っていただいてたんで、ちょっともう10分限界でしたね。よく撮ってましたもん。はい、結構時間はかかるものなんですか、装備するのに。そう、いやでも5分くらいかな。髪の毛長いもんで、髪の毛もなんていうんですか、その僕は男の子だからあんま分かんないですけど、こう女性がこう髪をとかす、なんかいい感じにこう艶が出るようなやつで、真夜中の神社で溶かされてましたね。そうずっと溶かされてましたね。引っかかっちゃう。だから貞子さんの気持ちがね、分かりましたね。ね、ありがとう。ね、じゃあ髪の毛のケアしっかりしてるからね。気持ちを大事にしてますもんね。はい、池内さんも、ね、はい、相当怪しい霊媒師だったってことですね。いやいや、もう、はい、怪しかったです。はい、どうやって役作りはされてたんですか。あ、まあ、そうですね、なんか、まあ、なんかオンの顔とオフの顔がこうちょっとうまく演じられればいいなと思ったのと、まあ、どちらかというとやっぱり衣装に助けられた感はありますよね。きらびやかな和装でね登場するっていうのはなかなかすごいなと思って、あれに、やられました。でもね、相当面白いし、面白いって言っちゃいけないんですけど大変なシーンでしたよね。あそこのみんなでね、こう貞子をね一生懸命こう何となく封印する的なところのね。でも舞がめちゃめちゃかっこよくて、なんかそのあれね、結構ね、特訓したんです。やっぱそうですよね、はい、キレとか迫力がすごくて、はい、ありがとうございます。もう現場で2人で見ててかっこいいねって言ってたのも、ね、してた、はい、すごい素敵でした。振り付けやっぱりあったんですよね。一応振り付けありました。はい、はい、それをまあ公演とかで怪しい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 それ。こう考えると本当に監督も一人一人のキャラクターにこだわってたということですよね。でもね、謙信さんはほぼほぼ池内さんですよ。衣装とか、ああいう盾の舞みたいなのやりたいとは言いましたけど、もう謙信は池内さんです。それにちょっと引っ掛けまして、まあ、今回共演されてこの人のここはちょっと癖が強かったなっていうエピソードがあれば教えてください。それこそ川村君はめっちゃ指鳴らす癖あるよね。はい、あるな。なんかそんな話したな。で、なんか話したらそれだみたいな、絶対鳴らすんですよ。で、それを監督との話し合いでも指鳴らしてたから、あ、相当嘘、なんかこういっぱい説明受けて、あ、
なるほど、分かりましたみたいな。なるほど、それは失礼だ。無意識に出る癖なんだなって思いました、ね、なるほど、なるほど。村さんはどうですか？誰かいますか？え、癖ですか？まあ、いい感じで自分の役の癖がすごすぎたんで。確かに。そうだな。マリオさんがなかなかその食の趣味が合わない。あのそれはなんか語弊があるんですなんかあの好きなラーメンの味わいの話をして、で僕らそれこそその時は3人で3人だったね、はい、いて、で見事にいろんなラーメンにしかりいろんなものが一人だけ外れるんですよ。いや違うんですよ、僕が悪いみたいな。じゃあ皆さん言いません皆さん心の中で悪くないみたいなねあのじゃあ皆さんも佐田君もねやってね、あのラーメンといえば好きなものじゃないですよ。ラーメンといえばこの味だって、あの声出せないと思うんで、あの心の中でアッてやってくださいね。できますよ。だからいわゆるあの戦隊もののレッドのポジションあれ好きなんじゃなかったっけ。いやいや、これといえばっていうのが王道ラーメンの味。いきますよ。で僕らはあの声出しますけど、皆さんガッてやってくださいね。いきます、せーの、醤油。あれ、え、豚骨で、その時豚骨です。豚骨醤油。あれ、醤油。どうしよう。あれ醤油、味噌、豚骨あお、いや、ラーメンといえば醤油でしょって思ってたら、お二人がその豚骨だ、何を言ってるお前はと。え、豚骨ですか醤油ですか、皆さん投げてもらえますか。豚骨の人。おお、いや待って、これは醤油じゃない、これ。え、じゃあ醤油の方。あー、醤油だ。あれ、私たちが違うの。ほら、俺らの方が癖強かった。関東とか関西とかあるじゃない。あ、出身でですか。大阪です。大阪は豚骨なの。え、わかんない。いや、この2人が違う違うって言ってるお客さんがいるから違うみたい。こうめっちゃ全力出るみたい。みんなパスしてるから。じゃあ僕が合わなかったんじゃなくて、お二人がちょっと個性的だったってことですね。すいません。そうなんだ。あっという間にお話がどんどん、なんか貞子がラーメンの映画になってきました。でもそういうように非常に仲良かったですね、皆さんね。初日ぐらいにそれやったもんね。そうですね、初日ぐらいに。神社のとこでしたよね、あの夜の。神社だっけ。あれ違いましたっけ。なんか俺、あの、あ、違う、王子。そんなクロバさんは誰が、はい、この人のちょっと癖の強さ印象残ってるな、癖あんなと思ったのはどなたですか。監督。もう今日見ても癖だらけですもんね。あの監督の一番生き生きした瞬間っていうのは、我々が噛んで NG を出したときに、ちょっとすみません、大きい声出しますね。ダメって言うんですよ。結構あの楽しそうで大きな声ですごいあの遠くからダメって聞こえてくるのが、なんかそうですよね。確かにこのダメって言うのがちょっと嬉しい感じがあります。そうそう。ちょっと子供をね、叱りもできない。それがすごい癖あるなと思いましたね。確かに今日の姿も、ね、まあ割と普段着ですか。いやいやいや、じゃあ癖すごすぎです。池内さんはどうですか、どうだったか。いやーどう、やっぱ監督じゃないですかね。なんか不思議なツボがありますよね。なんかこうね、面白いツボというか、はい、そう言われてますな、監督。僕は割とでもあのごくごく一般的な中年男性ですからね。それもちょっと違う気がするんですけど、では監督が思う、あのこうカメラのこちらから見てて、この方のちょっと癖は印象的だなっていうのはどなたですか。いやでもあのさっき王子の指鳴らす話してたじゃないですか。あれ僕指鳴らされた時に、あ、分かってくれたんだって言ってた。あ、分かってくれた。納得してくれたんだって。でもね、癖っていう意味ではちょっと違うかもしれないですけど、この前の MX40、はい、映画館の動く椅子のことですね、はい、あれをこれでいいですかっていうのを言ったんですよ。で、あの修正できるんですけど、その修正するために王子のシーンばっか続けてみちゃったんですよ。もうね、全然ね、面白くて笑いが止まらなくなっちゃって、あれは王子のシーンは続けてみちゃダメなんだって思いました。
体感型でも楽しめるということですね。はい、そうですね。わかりました。と時計を見るとあっという間にお時間が近づいてまいりましたので、ね、あれなんか貞子さん、あれ、なんですか、なんですか。はい、ああ、なんか手紙を書いてきたんですって。でそれを読んでほしいと。わかりました。手紙はどこですかね。結構厚め。しかもしっかり縦書きですよ。わあ、古風サバちゃん。さすがですね。じゃあ私が僭越ながら代読させていただきます。お願いします。背景、鮮やかに色づいた木々の美しさに心弾む季節となりました。ご丁寧に。皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。この度は貞子 DX 公開誠におめでとうございます。心よりお喜びお祝い申し上げます。観客マスコミの皆様におかれましては、六本木まで足をお運びいただき感謝申し上げます。本作のクランクアップから約1年、私も出演者の端くれとしてこの晴れ舞台を皆様と共に迎えられたことを大変喜ばしく感じております。祝、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 すんごいたくさんの祝が書いてあります。怖、はい、あ、来ました。小芝風花さん、はい、あなたと初めてお会いしたのはちょうど1年前の撮影現場でしたね。朝晩の寒さが厳しくなる今のような季節でした。あ、そうでしたね。オールロケーションの現場でクライマックスシーンでは昼夜逆転の大変な撮影もありました。特に私の井戸での撮影ですが、寒さも厳しく時折雨も降ったりと非常に過酷なものでした。そんな時でもあなたはいつも笑顔を絶やさずに明るく共演者への気配りも忘れず座長として立派に振る舞っていました。それでもひとたび監督の声がかかると一瞬で綾香になってしまう集中力も素晴らしかったです。同じ女優として大変心打たれるものがありました。撮影では役の関係上遠くからそっと見つめて念を送るだけでしたが、この数ヶ月宣伝でご一緒する機会も増え素の自分も知っていただけたことが何よりも嬉しかったです。やはりここでも嫌な顔一つせずいつも笑顔の小芝さん、長いですね、女優である前に一人の人間としてとても尊敬しています。いつからでしょうか、いつの間にかサダちゃんと呼んでいただき、私も心の中でフーちゃんと呼ぶようになったのは、そうだったんだ。一緒に過ごした日々は私にとって宝物です。これからもますますご活躍されるフーちゃんをサダ子はずっとずっとずっと見つめています。ラブレターこれこれ小芝さんです。どうですか、ありがとうございます。ラブレターのような、ありがとうございます。嬉しい、ご丁寧に。どんな思い出がありますか。どんな、あ、もう本当に女優魂がサダちゃんすごくって、普段はとってもキュートなんです。あの YouTube サダちゃんやられてるんですけど、そこで本当にキュートな姿がたくさん映っていて、で宣伝活動で大阪行ったり、まあ、一緒にラーメン歩いたり女子会したりいろいろしたんですけど、本当に美容にもこだわってるし、こう同じ女子として尊敬する部分もたくさんある中で、やっぱひとたびこう劇中はもうガラッと変わってその女優魂を見せつけてくださったので、でもこんなこう歴代たくさん貞子シリーズがある中でこんなに真摯に向き合って見てくださってたっていうことが本当に嬉しいです。貞ちゃんありがとうございます。貞ちゃん泣いちゃいますよ。じゃあまだまだあので続けてまいります。続きまして、河村和馬さん。僕もステージのかっこいい姿からは全く想像もつかない実際のあなたとは正反対の役柄ということで、現場では戸惑いも大きかったことと想像します。それでも普段の2枚目の姿を完全に脱ぎ捨てて強烈な個性を持つ王子というキャラクターを見事に演じきったあなたはとても立派でした。その勇姿を改めてスクリーンで目撃した際には思わず涙を禁じれませんでした。先週のイベントで貞子のことを好きだよって言ってくれたことはたとえ成仏したとしても絶対に忘れませんということでございます。いかがですか。いや、ありがとうございます。成仏、ちょっと寂しいから成仏しないでよ。いや、ねえ、あら、そんなこと言われたらさらに成仏しちゃいますよね。あ、危ない危ない危ない、成仏しちゃう。よかったですね、サダちゃんね。
嬉し泣き嬉し泣き体揺れてますよ。はい、ありがとうございます。続きまして黒羽マリオさんもいます。はい、黒羽マリオさん、まさかの見バレ NG ということで、なかなか尊いお顔を拝見することができなくて大変残念ではありましたが、たとえ顔が見えなくても関連ロイドのキャラクターがしっかりと伝わる演技力は見事なものでした。数日間にわたり夜通し行われたクライマックスシーンの撮影では、常にムードメーカーとして現場を盛り上げてくださいました。貞子に対してもフラットに接してくれたこと、とても嬉しかったです。目撃してますね、相当。そうですね、でも確かに、でもあんまり現場ではそんな一緒のシーンなかったんですよね。なのでこの間のイベントで、こうなんか仲良くなって、もっと早くから知り合いたかったなっていう風な思いがありますね。もうちょっと出会うのが早ければなっていうのが、思ってます。もうちょっと出会いが早ければって言われてますよ。でもね、さとちゃんずっとだから、さだこは見たばりにこうやって見てたってことですよね、撮影中に。来てよ、こっちに。見てないで。はい、続きまして、池内博之さん。くせ者ぞろいのさだこ DX の中でも、トップレベルにくせの強い霊媒師、謙信という役どころはさすがの実力で堂々と体現していただきました。謙信さんには少しばかり苦しい思いをさせてしまって、とても心が痛みますが、今回共演させていただき、国際的に活躍されている池内さんのお仕事を間近で拝見することができて大変光栄でした、ということでございます。ありがとうございます。いや、本当は貞子さんがね、こう首というかこの辺をガーッてやられて痛かったんですけど、楽しかったです。名演だったということでございます。ありがとうございます。続きまして、木村久志監督。恐怖と笑いは紙一重と言いますが、シリアスなストーリーの中でコミカルなやり取りで笑わせ、しかもホラー要素も描けるという木村監督の他にはいらっしゃいません。というのは、サドコ DX のプロデューサーの言葉ですが、まさに私自身、木村監督のおかげで今回の撮影を通して自分の新たな一面を発見することができましたし、完成した作品も木村監督にしか描けない極上のホラーエンターテインメントに仕上がっています。出演させていただくことができて誇りに思っております。そして貞子が今こうして音量ライフを満喫できているのも、ひとえに偉大なる父鈴木浩二先生のおかげです。日頃の感謝を込めて感謝の念を送りますと、届いているかと思います。長いです、まだあります。はい、井戸の底にも四半世紀、気がつけば存命時よりもはるかに長い時間を音量として過ごすことになった私ですが、おかげさまで映画もシリーズも9作目を迎え、成仏するどころかますます充実した音量ライフを送ることになろうとは誰が想像したでしょうか。これもひとえに映画にご尽力くださった共演者の皆様、スタッフの皆様、そして応援してくださった世界中の皆様のおかげだと大いに感謝するとともに、曲がってしまった背筋もピンと伸びる思いでございます。本当にありがとうございました。そしてこれからもどうぞよろしくお願いいたします。 I will be back。 みんなにかけて K。 あ、まだ続いてます。シク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 ということで、シクがすごい続きますね。シク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 ということで、無限大の祝いただきました。はい、貞子さん、長、ありがとう。すごい、ある意味この長さもちょっと恐怖。ありがとうございます。じゃあこれ後でね、代表して小芝さんに渡しましょうかね。ありがとうございます。はい、ということで撮影どうもありがとうございました。ありがとう。すごい言葉遣いが丁寧で綺麗でした ね。本当に思いを込めて念写したんだと思います。じゃあ最後に小芝さん代表して、今日ご来場の方、またこれから映画を楽しみにしている、ね、カメラの向こう側の方に向けてのメッセージお願いします。はい、今日は本当に足を運んでくださってありがとうございました。作中でも SNS でどんどん貞子ウイルスが広がっていったように、皆さん面白かったよとか、ぜひSNS で拡散してくださると嬉しいです。で、ホラーなんですけど、割と掛け合いがポップだったりして、ホラーが苦手な方も見やすい作品になっておりますので、ぜひ劇場で見てくださると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。